こんにちは、ジャンゴです。今回は、ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ると思いまーす。ということで、やっていこうと思うんですが、今回引くのはこちらですね。9月12日23時59分までゲリラ無料ガチャ、戦場に描く設理ということで、放物線リンちゃんね、ゲリラ無料一回引かせてくれよということなんで、引いていこうかなと思います。まあ、パラダイムシフトガチャ、選手サポカとか、まあ、あと、エゴイスティックのガチャとか、この辺もね、来てますが、まあ、そのあたりはね、ちょっと、ブルージェムが今ないので、やめておこうかな、という感じですね。まあ、メモリアルの500だけ、どこに使おうか、というのはあるんだけど、まあ、あと20分ぐらいでね、今日も今日とで日付が変わってしまいますので、ゲリラ無理を引いた後、今回はね、ちょっと、500ジェムだけ、単発ガチャ2回で、消化しとこうかなと思うんだけど、どこに単発使おうかな。まあサポカも選手も狙えるアルティメットフォーカスガチャでいいかな。まあ一応ね、レベル60で止まっている、まだ終わってねえか、まだ1枚も出てない、キヨラか、この2つのどっちか欲しいところでもあるんだけど、まあ今回ね、もしゲリラ無料で2枚抜きとかしたらね、こっちはこっちで75になるから、80見えてくるぞってことでね、もう1枚欲しくなるかもしれないから、まあ、この3つね、狙える、アルティメットフォーカスの単発ガチャを、メモリアルジェム500分に関してはね、単発で2回引こうかなと思います。ということでね、まあ、まずは、ゲリラ無料ガチャから行きましょう。行け!さあどうよ、蹴るのは潔い。行きましょう。乱入なし。まあ、金玉右ならまだチャンスある。金玉ならず、ただし右ぶち抜いてはいない。3回チャンスある。一発目は不発。なんかメンツがしょぼそう。これはちょっと無理か?ダメっすね。ほい。ということで、まあ、ゲリラ無料ガチャはね、あっさり不発でしたよと。シークレットチャンスパーク。あれ?スキル獲得オール3枚をお得に獲得できる。なんかまた、いろいろバリエーションあるな、シークレットも。3200で、スキル獲得オール3枚と、ジェムが3500の700か。このパターンは初めて見たかな。3200っていうと 2.5 倍パックで見ると、3500の5250か。まあ、5250の代わりに700ジェムと、スキルチャンスチケットが3枚ということだね。まあ、だからスキル獲得チケットを1枚あたり1500ジェムぐらいで、換算するとちょうどいい感じで 2.5 倍と同じような割合になるのかなというとこですね。まあまあまあ。そうね。まあスキル獲得チケットを回すほどまだモチーフ器具がね、しっかり揃ってないので、ちょっと優先順位としては後回しかなと。はい。ということで、じゃあ、メモリアル単発。秋のエゴイストフェスアルティメットフォーカスガチャにでも突っ込んでみましょうか。まあ、2回引きますが、キヨラとまだ終わってねえが引ければ、ベストかな。ってことで、行ってみましょう。行け!さあ、まあ、単発ガチャでこの演出の時点でサポカではなさそうなので、キヨラを期待しましょう。まあ、とはいえ、単発、潔、金玉ならず左ということだと、まあそうだよね。まあ続けていっちゃいましょう。いきます。また、選手演出ですね。馬狼の乱入とか来ないだろうかと期待しつつ、いきましょう。乱入なし。ワンチャン変われ、変わらん。金玉ならず左。おお、でも星2か。いや、そこだけちょっと金でも、あんまり嬉しくないんだよな、と。はい、ということで、まあ、今回はここまでにしときましょうか。でね、一応、
すべてのガチャがね、今、すべてのガチャがというか、エゴイストフェスガチャと、まだ終わってねえと、戦場に描く設理と、境界線の選定者、このガチャがね、9月12日23時59分までということなので、まあ、パラダイムもそうか。エゴイスティック以外は、全部ね、12日23時59分まででガチャが終わるということなので、まあ、あと、何分ぐらい？あと16分するとね、日付変わって13日になるんですが、そのタイミングで、選手もサポカも何か新しいものが来るなぁということだと思うので、まぁ、ちょっとね、それに関しては、改めてまた動画撮ろうかなと思うので、よろしくお願いしますという感じですね。はい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 。まあどうだろうな。9月の半ばこのタイミングでなんかでも一斉に終わるから結構がっつり、まあ新キャラと新サポカは少なくとも来ると思うんだよね。2人ずつとか2枚ずつ来るか、まあ1枚ずつなのかとか、その辺は分かんないけど、そうだよ、そうだな、まあ600日記念とかね、 1.5 周年2周年みたいな時期でもないので、まあいっぺんに両方終わるっていうタイミングはね、なんか大きいの来るかなと期待してしまうけど、どういう名目で来るのかは気になるね。ちなみに、星さん選手交換チケットパックのなんかバナーはね変更になったらしいけど、別に新しく買い直せるわけではないみたいですね。そうかそうか。いや、なんかバナーリニューアルするのするにあたってみんな一回買えるよとかやってくれればいいのにそこはやらないんだとかね、このお知らせ見つけた時は思いましたが、まあそんなわけで、まあ、あと、十数分、ちょっと期待して待ちましょうか。あ、自動トレーニング終わってるから、ちょっとついでに見てみるか。これは、どうしてたんだっけ？リンちゃんで、あ、フレンド指導借りて、こんな感じで育成出して見てたんだっけ？まあね、ちょっとね、やっぱレベル65で、本体でリンちゃん育てるよりは、自分のね、手持ちのユッキーとかを、フレンドでリンちゃん借りて育てる方が強くはなるなというのが、ちょっとね、だんだん分かってきたわけだけど、あれでもこいつ結構強いか？あ、まあでもそう、1、10、100、1000万、7200万か。そうなんだよね。ユッキーだと一、まあちょっと同じでもう一回投げとくけど、一応。そうね、リンちゃん育てると俺の場合はこのぐらいに落ち着いてしまうんだが、一番育ってんので7500ぐらいなのか。まあ雪宮だったらこのぐらいいってるから、まあやっぱね、フレンドで貫突の放物でリンちゃんっていう方が恩恵でかいのかなみたいな感じですね。まあこれはちょっとサポカの編成もさっきのとは違うんだけど、こっちが、さっきのとほぼ同じぐらいの感じかな。まぁ、ちょっと、あれか、キラ君入れたり、いろいろ変更はしてるけど。まぁ、でも、キック力がね、やっぱ、キック力だけで、一重100千万、10万、100万、1千万、1億、そうだね。キック力だけで1億を超えてるっていうのは、まぁ、ユキミヤの方でしかできてないので、っていうか、まあ戦力1億超えてんのが、雪宮でしか育てられてないので、まあやっぱりりんちゃんもうちょっと自前のやつね、レベル上げたいかなみたいなとこだね。まあフレンドでりんちゃん使うが一番だけど、そうなるとね、指導のレベル上げたいんだよな、自分の借りずに済むようにまあザッツオルトの組み合わせでね、あのいろいろボーナスがつくから、指導なー、キック育成の時編成したいんだよな。でも自分のレベル60だからさすがにっていうね。しかし今さら積極的に重ねるのもなんかちょっと違う気もするし、悩ましいなと思うと、
まあどっちかっていうとね、放物線凛ちゃんの方を頑張って集める方がいいんじゃないかなみたいなとこですね。はい、ということで、まあ、今回はね、この辺で、終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。